山口銀行は1933年まで大阪にあった銀行。山口県下関市に本社を置く山口銀行とは異なる。山口銀行は三和銀行、UFJ 銀行を経て、現、三菱 UFJ 銀行の前身の一つになっている。大阪の山口財閥の当主三代、山口吉郎表営によって、明治12年に設立された第148。 国立銀行が後に普通銀行に転換した銀行で山口財閥の中心企業であった。高等教育を受けた人材による経営の近代化を念頭に番頭の古のカスの計らいで日銀幹部ストライキ事件で辞めていた町田忠春をスカウトし、その後も町田の推薦で三菱合資銀行部大阪支店長の坂野兼道、続いて 町田と同郷の佐々木駒之助らが入校しそれぞれ総理事につき経営の近代化が図られた。大正期には官営や渡製鉄所のご用償者から総合財閥に転換しつつあった岩井商店並びに岩井勝次郎から出資を得、岩井勝次郎は取締役に就任した。間もなく住友に次ぐ上方に異業に浮上したが時代が調和に入ると 折からの昭和金融強行もあり、住友など財閥系大銀行に預金が集中。また、当時の軍事産業、重化学工業などこれら対等してきた新興産業への資金量でも小規模であったため、大蔵省の圧線を受け、34銀行、河野池銀行と合併し、1933年12月9日、三和銀行となった。 現在の三菱 UFJ 銀行の前身の一つである。東港の本店は営業場で三菱 UFJ 銀行となった現在でも三菱 UFJ 銀行河原町支店として現存する。合併当時の交渉資本金は34銀行5220万円、山口銀行5000万円、河野池銀行1000万円。ありがとうございます。